とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー、登ってみましょうか。タワー、結構時間かかるんだけども、3周行きます。3周。そうすると、9個のアイテムを見ることができるよね。9回やれば、1個ぐらいはいいアイテム出てくるんじゃないでしょうか。3周、おそらく2時間かかるだろうね。行ってきます。それでは1周目、ボス来ました。途中で1回やられたね。1回やられたけども、ここではやられずに行きましょう。 OK、 手順を踏んでちゃんと行けばね、まあ、全然行けると思うんで大丈夫やろ。いや、きついな。さすがにきつい。この花がね、ほんと嫌いなんだよね。まあ、吸血があるから、ちょっとは回復はしてくれるんだけども、よし。OK。よし。じゃあ、メダルは、ちょっと取っといた方がいいかなと思うんだよね。メダルはちょっと取って、ここで使う。よし。もう一体いるでしょ。やっぱりいた。よし、 OK。 あぶね。よし、ここでしっかりと与える。半分いけるやろ。厳しいか。いや、いったいったいった。ちょっと待って、えらいなんかダメージが減ってきよるぞ。よし、 OK。 よし、 OK。ゴリさんをここで倒す。よし、 OK。 もうちょい。あ、ラグっちゃダメ、ラグっちゃダメ。いけるね。 OK、 倒した。あとこのザコにやられなければ OK です。はい。であっちのザコ倒して終わりと。はい、クリアですね。何が出るか、最初の3つは何でしょう。いい感じのやつが来てくれればいいけどね。まだね、出てないんだ。ノーマルで太陽の愛か。微妙だな。でもすごいね、攻撃力が170万だよ。すっげえ攻撃力。あー、グレーブもいいな。スノーアーマー、うーん、黄金でね、うーん、1個ついてるんだけども、よろしくないな。グレイブぐらいにしとくか。太陽の愛はまず使わないもんな。うーん、まあグレイブ取って、でこれであれだね、大釜の放置に使いましょうか。こんだけ攻撃力があるのは珍しいんで、これは取っときます。それでは2周目来ました。今回は、一度も死なずに来れてるね。ただね、ゴーレムちゃんの HP が若干ヤバめなんだよね。まあまあ多分大丈夫だけどね、多分大丈夫で問題はないじゃ思うんだけど、ちょっと怖い。うん、どこだ。あ、いたいた。と、あと、いや、いないか。よし、OK。 いける。うん、なんか意外とスムーズだぞ。どうしたこれで。もう一体は、あれ、あ、いたいたいた。出る場所って固定じゃないんだね。うん、いって、うそ。うわ、マジか。ちょっと怖っ。ちょっと、まあまあいいや、一回使っとこう。多分回復するから、回復するから大丈夫でしょう。いけ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 。ゴーレムちゃん出てきて。よし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 。 OK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 。 いいよ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 。いい感じ、いい感じに召喚を、うん、潰せてる。いいよ、めちゃくちゃいい感じじゃない。あー、やばい。
と待ったかよかったか、ちょっと待ったかよかったな、これ。いや大丈夫、片方はゴーレムさんがなんとか片付けてくれるから。いや片付けてくれない。まあまあいいか、ちょっと待ってから。 OK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  行くぞ。 OKOK、 しゃあいける。よし、ゴーレムさん一緒に最後叩いて。よし OK、 なんとかなる。よしで、お前はこうやって終わりだ。よし、2周目は1回も死なずにクリアできました。何が来る？お、タイタン。いやー、あ、全部一応ね、一応全部、うん、ユニークだけども、クールダウンがついてない。これ厳選するのなかなか難しいかもしんないな。で、フロストサイスは、あー、惜しい。球根がついてるから、一つにね、流れ込む魂ついてれば、全然ありだったんだよな。厳しい。踊りか。この剣はね、そんな強くないんだ。まあ攻撃力が高ければ、意外と使えたりとか。わかんねえもんだな。そうね。一応防具しとく？いや、防具使えないわ、これ。もういいや、踊り子でいいわ。ラスト！ 3 回目のボス。今回も1回も死なずに来てます。やっぱ3周すると2時間かかるね。2時間はかかる。結構辛い。もう少しね、短縮して、いけるようになったらいいと思うんだけどね。ちょっと今のところ難しいところか。じゃあ極力ね、早めに行こうとはするんだけどね、敵がやっぱり強くってなかなかそうもいかないっていうところです。まあまあまあ死ななければいいんだけどね、実際のところ。うん、オッケーオッケーと、ちょっとでも早く倒せればオッケーです。で、報酬よ、報酬。報酬がめちゃくちゃいいやつが来てほしい。やっぱ263って最強だからね。263はマジで最強。なんで、欲しい。めちゃくちゃ欲しい。よし。で、ここでゴリさん召喚来るか？そうそう、時間だもんね、ゴリさんの。え、来た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 。OK。OK。行くぞ。で、こいつらはこうやっていいでしょう。おお、危ねえ。よし、よっしゃ、ドラ最後の一押し。もう少し、ゴーレムの HP も十分ある。こりゃいけたな。しゃあ、では最後見てみましょうか。何が出るかな。やっぱこの報酬を見るのが一番楽しみ。キツネか。魂のハンタークロスボウ、まあマルチショットと浮遊攻撃あるから、まあ使えなくもないよね。うん、マルチショット浮遊攻撃、まあ貫通の方かな。で、おお、クールダウンついてる。で、ポーションバリアもある。で、真ん中が、どうなんだろうな。魂のナイフはまあ、論外として。まあ、キツネかな。うん。二つ強いのはついてるよね。クールダウンと、ポーションバリア。ハンタークロス、いやいや、ハンタークロスも、もうすでにね、2631個持ってるんだ。もう狐にしとけ。それでは今日出たものを見てみましょう。これだね。
グレイブ。まあ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 、あのスライム殺しの時にはいいかな。で、踊り子の剣、まあ微妙だとは思うけども、263の攻撃力があれば、ちょっとは使えるんじゃないかなっていうところで、持ってます。で、狐のアーマーだね。ちょっと厳しいかな。他にね、263のやつが、まずこれ、不安定なローブ。まあ、ポーションバリアと、雷フォーカスがついてるんだけども、クールダウンがない。なので、バーストボーストリングの弓と合わせると、まあ、使っていけるかな。ちょっとはね。そして、263の黄金ハンタークロスボウです。まあ、マルチショットがないからちょっと使いにくいかもしれない。そして、凍てつく金属片。強くはなさそう。で、艦首のサイス263。どうなんだろうね。これがね、一番いいかなと思った。山猫のアーマー。毒フォーカス、クールダウンで、怒りで使っていけそうな感じだよね。35% 軽減もついてるし。まあ、ここをね、厳選しようとするなら相当時間かかるよ。めちゃめちゃ時間かかると思う。でもまあまあ、必ずね、3つ報酬が出るんで、その選べる楽しさっていうのはあります。もう安定してクリアできるようになってきたので、あと18日ぐらいかな。2週間ちょっと厳選をやってみたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。